今ね、こう、すごい楽しんで、クレー射撃とかってやってるでしょ。で、こう、いや、まあ、みんなでこうね、ワイワイやれるのってすごく楽しいんだけど、なんかこうね、まあ、一応ほら、クレー射撃って競技だから、こう、なんかちょっと目標をね、一個立てて、それに向かって、まあ、全力で一回やってみるっていうのも、こう、面白いんじゃないかなって思ったんですよ。あれだよね、もう、公式戦。せっかく公式出るようになったから、公式で8割打つ。ここをね、ちょっと目標にしてやってみたら面白いんじゃないかなっていうところが、まあ、本当に何だろう、きっかけ。いや、まあまあ、確かにね。確かにそうなんだけど、まあ自分なりにさ、今まで打ってきて、だけど、こう、楽しむことがやっぱりメインで、競技としてって考えたことはあんまりなかったし、でも、一回ぐらいね、ちょっと本気で取り組んでやってみたら、なんていうのかな、自分がこう、どこまでやれんのかとかって、まあずっと思ってはいたし、チャレンジすることって全然俺悪いことじゃないと思うし、なんだろうな。自分がこう、ね、いや、俺なんか絶対無理だわ。そんなんできないわって言っちゃったら、結局自分の可能性を潰すことになっちゃうから、一番ね、やっぱりやっちゃいけないことだと思うんですよ。もう、とりあえずやってみて、ダメだった、無理だったっていう中からでも、自分が学べるところとか、何かしら得るものってあると思うから、まあ、それでちょっと今回、チャレンジしてみようかな。ああ、別にね、年齢なんて関係ないと思う。だって、歳なんかただの数字だしさ、なんか自分がやろうって思ったことに対して、遅いっていうことはないと思うんだよね。だってさ、俺の師匠なんか見てみ。もう、だって70過ぎてさ、まだあんなにこうギラついて、バカ野郎おめえなんかに負けねえよって、あのパワー。すごいよね。いや、マジで尊敬するし、一緒に大会出たってもう、もう確実に上位狙ってくるもんね。だからね、年はね、関係ない。これね、もうね、何がダメだったのかが、もう途中全然修正効かなくて。どうにかね、今回こそ8割ね。はい、こんにちは。さあ、今日はですね、京葉射場の方に来ております。で、ここ来るの久々なんですけど、
最近ちょっと公式とかも僕出始めてまして、まあ結果ボロボロということで、まあね、そんなねボロボロの状態を、見るに見かねてちょっと教えてあげるよと、なんとコーチを引き受けてくださる方が今回来ております。お願いします。こんにちは。はい、ということで、前にもね動画に、出ていただいたことございますけれども、トラップの全日本チャンピオンでございます。もうちょっと前です。秋葉貴之選手です。よろしくお願いします。お願いします。すいません、なんか今日はわざわざ、はい、この前トラップちょっとご指導いただけるということで、はい、なんでまた僕みたいな素人を公式に出られてるってことなんで、はい、ぜひ早めに8割打っていただいて、はい、そんなに公式の射撃がね、敷居が高いもんじゃないっていうのを皆さんに分かってもらえればと思いますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで、目標は公式で8割打つ。ね、8割なんで、100個打ちで、80枚。ね、1ラウンドは25枚なんで、20枚以上。ね、ここをちょっと目標にして、ちょっと今日からご指導の方をお願いしたいと思います。はい。じゃあよろしくお願いします。最高の練習。最高の練習。ありがとうございます。お願いします。はい。じゃあお願いします。はい、では4ラウンド目はラウンドしたいと思います。2ラウンド目、3ラウンド目ストレートをちょっとやってみたんですけど、コーチに教わった通りに、打ってだいぶね、フォームとかも変わったんですが、打ちやすいです。今まで俺何やってたんだろうっていうレベルの打ちやすさになっております。はい、最終はちょっとコーチも一緒にラウンドしますので、はい、よろしくお願いします。はい、もろもろの内容はね、企業秘密もあるんでお話できないんですけどめちゃくちゃ打ちやすくなりました。はい、自分で気づかなかったところが相当多いです。はい、じゃあ、最終ラウンド頑張ります。はい、頑張ってください。
はい、ということで、合宿初日デイワンが終了いたしました、ね、今日ね、本当にいろんなことを教わったんですけど、なんだろうな、自分のね、今までこう打ってたのがね、いかに適当だったかっていうのがね、はっきり分かりました。きちんとこうね、理論に基づいた射撃、これをね今まで考えたことなかったよね。うん、すっごい勉強になって、自分の射撃も大きく変わったと思います。はい、内容ね言いたいんだけど言っちゃダメって言われてるからでもねすごい、うん、で今日ね5ラウンド、ISSF のすげえ早い公式セットで打ってるんですけど、本当にこれ今日ね打ってみての感想は、 ISSF 多分打てると思う俺。うん、そのぐらい今日はね自信がつきました。はい、なんで、ちょっと明日もね今日と同じセットで練習してみたいと思います。はい、頑張ります。In the sky, gazing far into the night. I'll raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light.おはようございます、本日東京公式ということで、成田社長の方にやってきております。朝からねちょっとだいぶ気負っちゃってるんですけどね。おはようございます東京公式です。おはようございます。今日はコーチも一緒ですので、はい、だいぶ緊張してますけども、うん、頑張りたいと思います。はい普段通りやる。普段通りやる、ね、はい、ちょっと奥にねテディベアがテディベアが払おう5ドル出演料を予約して、ね、後でね1000円払わなきゃいけないはい、じゃあ頑張ります。はい、ということでね、1ラウンド打ち終わって、今ちょうどねコーチにもアドバイスをいただいてきたところなんですけれども、結果なんと21ということで8割打てております。はい、であとはね、ちょっと2、3、4ラウンドね、まだ3つ残ってます。まだね1ラウンドしか打ってないんで、うん、ちょっとこの調子で、打ち続けられればね、目標としてる100個打ちで8割届くんじゃないかなって。ただね、射撃でやっぱり怖いのは、いいラウンド打った後にガコンって下がるっていうのがあるんで、ちょっとそれにならないようにね、メンタルのところも気をつけながら頑張っていきたいと思います。はい、ということでね、2ラウンドの方がスタートしました。で、まあ、目標のね8割を打つためには、まあ、全ラウンドで20点っていうところが基準になってくるんですけど、1ラウンド目でね21点を打ってますので、
ちょっとね1点貯金がある状態です。なのでまあこのラウンドはね19点以上取れればとりあえず8割キープした状態で前半が折り返せるというような感じですね。はい。なので少しね、気持ち的には楽な状態で打ち始められました。はい。なんでね、結構こう落ち着いてね、ほぼこれね初夜で、バシバシ当たってる絵がね、今皆さん見てもらってると思いますけれども綺麗に割れてるでしょう。うん。でスタートの時はね僕もねかなりこう落ち着いて、しっかり銃も触れて、こういう感じでねクレーも綺麗に割れてるなっていう感じでねものすごくね、いいスタートっていうのが切れました。はい。でまあ今回これね公式戦なのでクレーの飛翔距離がですね65メーター、66メーターぐらいかな。うん。僕が普段出てるようなね、射撃場の月齢会とはちょっと違ってね、クレーの飛翔距離ね、飛ばしてるのとそれからね左右の角度っていうのが、45度切ってありますので結構ね角度のきつい、クレーが出てくるというような形になっております。でこれもね左、ビューンってねちょっと角度きつめの出てますけどねこんな感じでね綺麗に割ることができましたね。これ右もそうですね右もこれ、45度のクレーですけれどもしっかりとね銃が追いついてで、塩できっちり割るという感じでねものすごくね調子が良かったんですがこの1枚ですよこのね10枚目の左ここでねなんかちょっとだけね、タイミングが狂ってしまいました。はい。でまあその後のね、この11枚目に関しては一応まあ取れたんでね OK は OK なんですけどちょっとね抜いてしまった1枚っていうのがなんか引っかかる。うん。でこのね、12枚目も初矢ね外れてるんですよ。で二の矢で当たってる。少しなんかね、おかしいなちょっとずれてきてるかなっていうような変なね、感覚にこの時はとらわれてしまいました。はい。でほらスタートの時調子よくパンパンパンって当たってたでしょ。であれができればいいんだけどこのやっぱりクレー射撃って本当にメンタルスポーツでなんかちょっとね自分で、考えてしまったりとか変にプレッシャーを自分に与えると途端にね当たらなくなってしまうんです。見てくださいこの右もね、抜いてしまいました。で1個抜いちゃうとこっからがねすぐにリカバリーできればいいんですけどこうなるんです。これ2枚連続ですね。二の矢もうまく引けないでこぼしちゃうでこれで、3枚目。ここで止めたい抜いちゃうんです。もうねあれだけスタートの時に調子よく当たってたのがこういう感じでね3枚連続で抜いてしまう。これがねクレー射撃の本当に怖いところメンタルスポーツたるゆえんですね。うん。でこうなっちゃうとね良くないのは点数をね頭の中でカウントし始めちゃうんですよ。今何枚抜いてるだからこのラウンドは何点で上がれるでもこれ以上抜けないとかいろんなことを考え始めると本来だったらね、打てるはずのクレーも外してしまうっていうねすごい悪循環になっちゃいます。だからここでねパッと気持ちを切り替えて打っていけないといけないんですけどまあこれがねなかなか難しい。うん。またこれ右外しちゃったでしょう。こういうようなミスが出るんですよ。この右とかも普通にね打てるクレーなんですよ。でもね、こういう感じになっちゃう。うん。でましてこの公式戦っていう中で戦ってるので、まあ、それのプレッシャーっていうのもあったし、このね2ラウンドはね苦しかったです。本当にねあ苦しいなって思いながら、ひたすら打ってたっていうようなね、ラウンドです。はい。でここでもね点数見ちゃうんです。24、25打てばこれ20で上がれるなとかねスコアボード見ちゃってるんですよね。24枚目打って19ね、最後25枚目当てて、じゃあとりあえずもこのラウンド20で上がろうとかねその時こんなことを考えてるわけです。そうすると外すんですよね。
これが怖いところ。こういうところね、直したい。はい、ということでね、2ラウンド目、19、ちょっとね、3つ連続で抜いちゃったのはもう完全にメンタルですね。ちょっとずるずるずるっとそのまま抜いちゃったっていう感じで、まあ1ラウンド目21、2ラウンド目19なんで、40点でギリギリね、50個中40個で8割をキープというところなんで、まあどうにかね、3ラウンド4ラウンド、ちょっと1ラウンド目2ラウンド目の失敗をね、ちょっとリカバリしつつ頑張りたいと思います。先ほどですね、いただいたアドバイス通り、ちょっと今回打ったところ、自己ベスト23。すごい。びっくりしちゃった自分で。よかったじゃないですか。いやー、びっくりしました、はい。ちょっと貯金ができたので、でね、4ラウンドちょっとこれで楽に。はい、うん、ね、はい、うん。これでちょっともう目標の8割に今回届くんじゃないかっていう。大丈夫です。はい。いけます、ね、ちょっと、はい。なんかね、そわそわしたんで、あとも自分との戦いだから、そうですね、はい、ということで、とりあえず自己ベスト更新でございます。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ4ラウンド頑張ります。頑張ってください。期待してます。あOh!
段取りやれば、ね、大丈夫です。はい、行きます。そんなに高級の射撃がね、敷居が高いもんじゃない。打てました。8割打てました。ありがとうございます。目標達成です。目標達成です。打てました。ありがとうございます。じゃあ審判やってきます。はい。いやーでも本当良かった。あ、いけね。はい、はいはい、ということで、8割打てました。ありがとうございます。はい、ちょっと4ラウンド目はですね、16ってスコア見えちゃったんですよ、俺。で、あと1枚ってなった瞬間に、緊張しまして、そこから3枚メンタルですね。メンタルですね、完全に、はい、でも大事ですね、慣れです、慣れです、どうにかこうにか打てましたので、うん、おめでとうございます、はい、この 4,5 年自己流でやってて、射場の大会とかでも6割ぐらいしか打ててないんですよ。あ、なるほど。それがこの2ヶ月3ヶ月で、まさかの康介8割なんでしょうね。やっぱり自己流でなんかただただ、うん、そこですよね。ただ球を打ってただけだったんで、うん、はい、そうですね、ちょっとそこが、はい、この数ヶ月一気に今度8割5分8割5分、そうですね、はい、その次に9割で、最終的には秋葉浩二と全日本で戦うって。おお、いいじゃないですか。私も全日本出るように頑張らないはい、ちょっと、はい、あの頑張りたいと思います。そうですね、はい、はい、またよろしくお願いします。いえいえ、はい、はい、今回お世話になりました秋葉さんとデレクさんの DT スポーツプランニングは概要欄にリンクを貼ってありますので気になる方はどうぞぜひお店にも遊びに来て、はい、じゃあすいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい。